人生に絶望したこと、皆さんにはあるかな？学校、仕事、家族、すべてが嫌になりそこからいなくなりたいと思ったことはあるかな？今回の一致はすべてが嫌になり、新天地へ足を運んでそこで出会った一人の女性とのお話をしてくれるよ。知らない街で助けてくれた知らない人。数年前の話、人生何が起きるかわからないものやな。俺のことやろ。ああ、その説は。って違うわい。助けてくれた人はお姉さんで、この人に出会わなければ俺は今頃どうしてるんだか。一人語りするわ。学生時代に家も学校も嫌で逃げたくて、数少ない小遣いで新幹線に乗って着いた町。そこで助けてくれたお姉さんにいい意味で人生壊してくれた。あの時はただたひねたらなぁとか、誰か転ぬしてくれねえかなとか、そんなこと考えながらただ歩いてて、知らない街だし行く場所もないしで、ぐらぐらしながら公園でぼーっとしてた。お姉さん48歳、その時は23だね。和やかな始まりからは想像もつかない壮絶な話が繰り広げられる。まあ学生だし見た目が幼かったのもあって、案の定絡まれるわけですわ。でも俺としては願ったり叶ったりで、このまま拒否したら殴られてぽっくりいけるとか考えてさ。亀のせ持ってないって言ったら、まずは蹴りだった。そのままリマルチで血は出るわ、体痛いわ。でもたひねるならいいか、もっとやってくれって感じだった。相手も抵抗しないもんだから、面白くなかったのか満足したのか放置でどっか行っちゃって、結局たひねなかったかとか思って地面に寝そべっててさ、痛みで意識飛んだのは覚えてる。それから時間がどのくらい経ったか、10分なのか1時間なのかわからないけど、声かけられて起きた時にはかなり真っ暗だし、少し雨降ってるし、後で聞いた話では、ああ生きてるわーとか言ってたらしい。その時声かけてくれたのがお姉さんとその友達。公園横切ったら俺が血だらけで倒れてたの見つけて、声かけても反応ないし、やばいってなってるところで俺が起きて安心したらしい。お姉さんの友達の方がハンカチで血を拭いてくれて、お姉さんにはお茶をもらった。口の中切れてて飲むとしみるし、体は痛い、でもその時冷静だったって言われた。お姉さんたちに何があったか聞かれて、別に言わなくてもいいのにここまで来た発端とか全部話してた。友達の方には、バカだねえ、早く帰りなって言われたけど、お姉さんはずっとうなずきながら話を聞いてくれた。俺は途中泣いてたと思う。今思うと誰かに聞いて欲しかったんだと思う。雨も強くなってきて、友達の方に、これからどうすんの？帰る？って言われて、帰るくらいなら貸したいって言ったら、お姉さんに、それはダメって強く言われた。でも俺的には本当に足しにたかったし、どうでもよかった。まあ帰るにしてもこの状態じゃ無理だし、どうでもよかった。絶望のどん底にいる一致に、お姉さんは優しく手を差し伸べた。友達が、なら勝手にしたら？呆れた感じで言われて、なんでか寂しかった。でもお姉さんが、家近くだからとりあえず着替えよ。って、俺を連れて行ってくれた。その間俺はいや、いいですとか言ってた。友達は、ほっといたらいいのに、面倒くさいでしょ。って、俺でもそう思った。でもお姉さんは、いいからいいから。ってそのまま連れて行った。途中で友達と別れて二人で歩いてた時はずっと無言だった。お姉さんの家はアパートで一人暮らし、家に着くなり丸がされてお風呂に入れられた。服は洗濯するからゆっくり入って。言われるまま入ってたんだけど、お湯が染みてきつかった。30分ぐらいで上がったんだけど、下丸がねえし服もねえじゃんって思ったら、カゴに新品の下丸とシャツが入ってた。聞いたらコンビニで買ってきたらしい。軽く傷の手当てしてお姉さんにお礼を言って服が乾いたら出ていくって話したら、今日は遅いし寝てからにしよ。学生の俺でも普通知らない人止めるかってなって焦ったけど、お姉さんは固くなに、大丈夫だからって聞いてくれなかった。布団に入ったが、お姉さんも一致も寝れずに話を続けた。お姉さんにここまで来た理由とか詳しく聞かれて、それに答えてたんだけど、ずっとうなずきながら、辛かったねとか、私もわかるって話していくうちに、自分の中でなんでこんなこと話してるんだろ、別に話さなくてもいいのにって思ったけど、お姉さんに全部話してた。途中何度か泣いてたけど、ゆっくりでよいよ、言いたいこと話してって全部聞いてくれて、話し終わった時にはお姉さんも少し泣いてたの覚えてる。全部話して気になったことを聞いた。お姉さんはなんで助けてくれたのか、見知らぬ人なのにここまでするのか。血だらけの人がいたら普通助けるでしょ、だってまだ君子供だし。って言われて、子供って言われたのにはちょっとムッとした。でも子供なんだよね。5分くらいかな無言だったんだけど、お姉さんが、私も親が嫌で逃げたんだ。急に言われて、ってしか返せなかった。お姉さんは今までの過去を話してくれた。父親に丸太に近いことをされてた。母親は妹しか見ていない。とかあって、高校卒業してそのままこの町に就職した。お姉さんにもそんな過去あって、俺と重なったことで見過ごせなかったらしい。気がつくと夜中で、そろそろ寝ようか。
お姉さんに言われて寝ることにしたんだけど痛みで寝れないし冷静に考えると女性の部屋なんて初めてだしで、緊張もしだして寝ることなんてできずに朝を迎えた。お姉さんが起きて軽い朝ごはんを食べてこれからどうするか話した。俺は帰りたくない。でも帰らないと親とか友達とかが心配するよ。整理できない。って押し問答してた。それでお姉さんが、じゃ気持ち決めるまでいたらいいよ。って、俺はびっくりしたけど少し甘えることにした。今考えると夕丸とかの半丸になるんだよねこれ。最初の2日くらいはよそよそしかったと思う。でも慣れてくるとさ、普通に会話してご飯食べてって感じになるんだよね。ある程度慣れてきた時、お姉さんに、今日会社の飲み会あるから遅くなる。って言われて、朝見送ったんだけど、することなくてお姉さんが読んでる小説見たりして時間潰してた時、お風呂沸かしておこうって考えて脱衣所行ったらさ、あるのよねあれが。夜着替えたお姉さんの服と下丸がさ、学生だった俺には初めて見る家族以外の下丸で興奮してきてさ、気がついたら手に取ってたんだよ。別に何するわけでもないんだけど興味本位で見てたんだよ。こうなってるのかとか下丸って意外と小さいんだなとかね。どのくらい見てたかわからないけど結構見てたと思う。まあ興奮するんだけどさすがにそれはまずいと思ってしなかった。今思うともったいなかったのかな。それで23時ぐらいにお姉さんが帰ってきた。着替えるからって脱衣所に行ってお姉さんがすぐ出てきた。ねえ私の服とかあさった？めっちゃ焦った。いきなり言われてさ、実は前の夜に丸いだものじゃなくて着替えを入れてたらしくそれがごちゃごちゃしてるから気になったみたいで俺は後から焦りまくってた。お姉さんは、まあ男だし興味あるのはわかるけどダメだよー。って言われた。俺はすいませんって顔真っ赤でうつむいて言ってた。着替えて出てきたお姉さんは酒飲んでるからか顔が赤くていつもよりフランクな感じだった。私の下丸どうだった？興奮した？男出ししちゃったとか？してませんし、できませんってわたわたしてた。しないの？酔ってます？大丈夫ですか？酔ってるよ。だから聞いてる。わけがわからなかった。もう寝ましょ。なら一緒に寝てみる？俺は盛大にお茶を拭いた。漫画ぐらいでしかお茶を拭くなんてないと思ってたけどなるもんなんだね。お姉さんに無理やり布団に誘われて寝た。寝れるわけない。だって隣にお姉さんがいるし、いい匂いするし、胸当たるし、もう何がなんだか隠し持ってた余ると本にこんなのあったなぁとか思い出してたら余計に意識して寝れなかった。お姉さんをチラッと見たら目があって、酔ってるから起きたら忘れてると思う。って言われて、お姉さんに抱きしめられた。そのまま捨てて。いや、待ってください。私じゃ嫌？嫌ではないですけどこんなことダメだと思う。抱きしめるくらいなら大丈夫だと思うよ。そういう問題なのかとか思った。お互いそんなに知らないのにね。うん。数日一緒にいてわかったの。君一人にしたらダメって。そんなこと言われたら俺もどうしていいかわかんないしもう流されるままでいいやってなって。俺もお姉さんに助けてもらって本当によかった。お姉さんを知りたいですとか言ってた。お姉さんに強く抱きしめられて。今はこれだけね。って決まるした。生まれて初めての決まる？すごい柔らかくて暖かかった。でもすごく恥ずかしかった。特にはその先もなくそのまま抱き合って眠った。朝起きたらお姉さんはまだ寝てて決まるしたことを思い出してもだえてた。でもこの人としたのかと思うとちょっと勝った気がした。何に勝ったか知らん。昼前にお姉さんを起こそうとしたけど起きなくて、しれっと頭撫でてお姉さん、起きて言ってしたら、お姉さんは布団に潜ってしまったんでもう少し寝かせた。昼ちょっと過ぎた頃にお姉さんが起きてきて寝ぼけながら、おはぁ。可愛かったです。あれがあった手前顔合わせるのが恥ずかしくて目をそらしてたんだけど、それを察したのかお姉さんに、しちゃったねー。って、酔ってるから忘れるんちゃうんかいって思ったけどで、です。またする？何度もするもんじゃないでしょ？んかなぁ？まだ酔ってんのかと思った。よく見るとお姉さんの顔が真っ赤で、恥ずかしいなら言わなければいいのに。後から聞いたら、した後だしどんな顔して話せばいいかわからなかったからそのまま話しかけちゃった。らしい。どぎまぎしながらも、お互いそれ以降決まるをすることもなく、日常に戻っていった。そのごとくには何もなく一週間経ったくらい。そろそろ帰ろうかと思う。なんでか帰ろうと思った。その時も親は嫌いだし学校も嫌だってのは変わらなかったけどお姉さんにこれ以上迷惑かけたくなかったのもあった。そっか帰るかお姉さん寂しいなぁなんて。笑って言ってたけど今思うと本当に寂しかったのかと思う。その日の夜にお姉さんに、最後だし一緒に寝ようか。って誘われた。最後だし俺もまた一緒に寝たい。なんならあの続きとか下心満載で言った。でもヘタレには何もできません。それからこの一週間を振り返って話した、助けてくれたこと、俺の話を何も言わず聞いてくれたこと感謝しかなかった。お姉さんも、最初はびっくりしたけど、助けなきゃってなったし話聞いたら私も同じだったしだからなのかもね。始まりはあんなだったけどこの一週間が楽しかった。
ダメ元でお姉さんに、お姉さんがよかったらこの先もって、言いかけた時お姉さんに口を塞がれて。ダメだよ、君には君の道があるんだから、それに私は君より年上でいつか君には大切な人ができるから。その時なぜか泣いてたお互いに、俺は泣きながらお姉さんに決まるした。お姉さんに。忘れようとしたのにもう。って怒られた。翌朝お姉さんに起こされて起きた。ご飯食べて少し話して昼過ぎにお姉さんと駅に向かった。新幹線を待つ間お姉さんに。楽しかったよ。地元に戻っても頑張ってね、応援してるから。うん、また来てもいいかな？ダメ、君の人生これからなんだから。そう言われて新幹線が来た。新幹線に乗ってお姉さんに別れを告げ。さようなら、ありがとうございました。うん、バイバイ。お姉さん泣いてて抱きしめられた。ドアが閉まる時に、また来ますって言って発車した。それから家に帰って親にすごい怒られた。それでもすっきりしてて全てがどうでもよかった。家のことも学校のことも気にしなかった。戻ってきて年が明けて春休み。お姉さんのところに行った。お姉さんの家についてチャイム鳴らした。ドアが開くとお姉さんがいて、来ちゃいました。ダメって言ったのにもう。呆れられてました。でも会えて嬉しかったしお姉さんにも。実はまた来るのが待ち遠しかった。その時初めてお互いの名前を知って連絡先も交換した。毎日メールして月1で会いに行った。それが1年続いて俺が卒業する前お姉さんは仕事の都合で県外に行ってしまった。俺はもう会えないのが寂しかったし卒業したらお姉さんのところに行こうとか考えてたけど現実は甘くない。結局地元で就職してお姉さんとの連絡も週1から月1と回数も減った。それから3年たまたま仕事でお姉さんが住んでた町に行くことがあってなんとなく見に行った。そこにアパートはなくてマンションになってた。懐かしくなってお姉さんにメールしてみた。回数が減ってほとんど連絡しなくなってメールが届くか不安だったけど返信は来た。それからまた連絡するようになり、あの時の話とかして今住んでるところから新幹線で行けるところにお姉さんがいることも知った。それで連休に会うことになって4年ぶりにお姉さんに会った。一度止まった運命の歯車が再び動き出す。あの時と変わったのがセミロングだった髪がロングになってたくらいでそんなに変わってなかった。懐かしくて泣いた、お姉さんも泣いた、連休中いっぱい話したし今までのことをお互い話し尽くした。俺はあの時、春休みにお姉さんに会ってからお姉さんが好きだったのかもしれないってお姉さんに話した。お姉さんも毎日メールして月一で会うたびにそう思った。でも仕事で離れてお互い自分の道を進み出して終わってしまったんだって。でも3年ぶりにメールが来て嬉しかった。またこれからもできたらって言われて。俺はとっさに、じゃあ、あの時の続き、これから先もお姉さんと。俺は振られると思ったしなんなら彼氏くらいいると思ってた。私ね、君が卒業してまた言われるかなって待ってたんだけどなー、でも仕事で離れて終わったって思ってさ、今でもそう思ってくれるなら私も君と、ね。お互い顔合わせるのが辛かった。晴れてお姉さんと付き合うことになって、その日にあの日の続き決まる移行をしたと同時に同丸を卒業した。仕事とかでなかなか会えなかったけどすごい充実してた。そして2年が経ち仕事もうまくいってお姉さんにプロポーズしようとした。幸せ溢れた二人を、スレミンたちは茶化す。ご祝儀は3万でいい？ご祝儀は2万でいい？出会った当時23、1年続く、4年後再会、2年後プロポーズ、63が最近の話なら今30かな。1は出会った当時高2だとすると今25。67で会ってる、今年25。プロポーズしようと考えていろいろ準備した。その年の今日、12月2日、言うつもりだった。その前の日お姉さんが事故に遭った。連絡が来た時俺はその場で泣いたし職場の人に心配された。俺はそのまま病院に走った。生きててほしい、これから先一緒にいてほしいって言いながら。病院に着いてお姉さんがいた。ベッドに寝てるお姉さん、ほとんど意識もなく声をかけても反応しない。俺は泣きまくった。事故の原因は、暴走族が信号を無視してお姉さんの車に激突したことによる巻き込み事故だった。どうしていいかわからないし、ただお姉さんが戻ってきてほしいだけだった。でもお姉さんはその次の日息を引き取った。ただ立ち尽くした。何が起きてるのかわからなかった。気がついたら葬式も終わってた。お姉さんの家族にもいろいろ言われたと思う。お姉さんを火葬してお骨に右足の骨はなかった。それを見て怒りと悲しみと苦しみといろんな感情が入り乱れた。それでも俺はお姉さんの家にプロポーズした。用意してた指輪を置いて。あの時お姉さんに出会わなければ俺はここまで来てなかったし笑うこともなかったと思う。あの日から去年の今日までの時間は本当は夢だったのかもしれない。でも現実で俺が好きになった人はいた、これから先もいる予定だった。お姉さんのことを吹っ切れたかどうか言えばそんなの無理だし今でも夢に見る。今笑ってこう書いてるけど涙が止まらない。あれから1年今でも俺はお姉さんが好きだしお姉さん以外を好きになることはない。お姉さんの妹さんにも今日言われた。お姉ちゃんを好きになってくれてありがとう。
俺が好きになったお姉さん。いないけど俺の中でずっと生きててほしい。ずっと笑っててほしい。あの時多死にたがってた俺はお姉さんと一緒に生きたい俺になったよ。だからありがとう。以上、俺の昔話でした。多分に付き合ってくれてありがとうございました。和やかな雰囲気は消えて、重く苦しい雰囲気がスレ全体を包んだ。包んだご祝儀の薄れは、自分に使ってくれ。何か質問あれば答えるでよ。それかっこお姉さんが亡くなってからも前向いて生きてる？あの時からお姉さんがそれを望んでたしね。これからも前向いて一緒に生きてくよ。妹ちゃんとは今でも仲いいの？葬式の後ぐらいからいろいろ話聞いてたからね。今でもちょこちょこ連絡取ってるよ。お姉さんも君と出会えたことは幸せだったと思うよきっと。そう言ってもらえると俺も良かったと思えるよ。ガキガスなりして気持ちの整理をつけるのは大事。そこそこヘビーなエピソードな上まだ1年しか経ってないのにちゃんと前向きに生きてるのは素直にすごいと思うよ。約束だしね。それに俺が前向くのやめたらお姉さんに会った時怒られるでしょ。出しにたいと思っていたのに前向きに生きてるだけで立派だわ。俺も見習わなきゃ。あの時は本当に出しにたかった。でもお姉さんに助けられて俺に道を教えてくれて、いなくなったけどこれから先も俺に教えてくれるって思ってるから。最初はお姉さんがいないなら俺も一緒に行こうってなったけど、お姉さんがどんな俺を好きでいてくれたかって考えたらさ、俺が笑ってまっすぐ進んでるってことなんだろうなって思ったんだよ。辛くても前を向く一致にスレ全体が温かい言葉で満たされる。一致が前向きでいる限りお姉さんの意志は生き続けるんやなって。その言葉で涙腺崩壊。一つ悔いというか心残りというか、お姉さんが生きてるうちにプロポーズして指輪をはめたかったな。最後に一致は自分の思いをスレミンたちへ伝える。もし今これを見て俺と同じような境遇かっこいろいろなことが辛いの人がいたら、一人でもいいから自分を知ってくれる人を探してみてください。もちろん家族以外でです。友人、先輩、後輩、上司、先生、近所のおっさん、誰でもいいから自分を話せる人が一人でもいるだけで変わります。自分の中で本当は聞いて欲しかったんだって気持ちがあるはず。あの時の俺みたいに、お姉さんみたいな人に必ず出会うはずです。それでは俺はお姉さんとゆっくり飲むとするよ。ありがとうございました。俺はいろいろな多くの人たちから助けられた。それに対して感謝している。その感謝を直接に返すことができない。しかし、それは困っている他の人へ返せばよい。目の前で困っていて、自分がしてあげることができることを与えればよい。それが、受け取った援助を、返すことになる。それは、大きいことではなくてとても小さいことでよいのです。今回のお話、どうだったかな？一度は人生に絶望するも、お姉さんという希望の光に助けられ、今は直接会って話ができなくなってしまったけど、お姉さんという希望の光を抱き続けて一致は、今日も生きていってるよ。このチャンネルでは毎日面白ネタ、感動ネタの動画を配信しているよ。少しでもいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してね。